砂時計は1995年に韓国 SBS で放送された全24回のテレビドラマである。1970年代から1990年代までの激動の韓国現代史を3人の主人公を通して描いている。海原軍によって市民200人以上が死亡、または行方不明になった1980年の公衆事件を韓国のテレビドラマとして 初めて扱った。孫、ジナが脚本を書き、キム・ジョンハクが演出を担当した。平均45%の視聴率を記録した。当時、砂時計の放映時間になると、人々がこれを見るために早く帰宅し、通りが換算となるという現象が起き、そのため砂時計をもじって、帰宅時計と呼ばれることがあった。 作品の中で公衆事件の実際の映像が使用されている部分がある。これは金ン・ヨンサム政権下で初めて可能になった韓国初公開の映像である。日本では2006年の4月から9月にかけて BS 朝日で放送された。テスト、ウソクは高校生の頃からの親友。父の左翼活動という過去のために 士官学校への進学が叶わなかったテスはヤクザになり、裏の道を歩んでいく一方で、ウソクは司法試験に備える大学生となっていた。ヘリンはカジノを経営し政治家の資金調達をする父と暮らしている。ヘリンは子供の頃、父親の事業が原因で誘拐される。誘拐されたヘリンをペック・ゼヒが助け、ヘリンの父の援助で成長、ヘリンの用心棒として生きる道を選ぶ。 そして、ウソクとユンヘリンは、大学で知り合う。ありがとうございます。